熱海市の初島では、他の地域よりも1日早く、今朝から繰り上げ投票が行われました。離島は、悪天候などにより開票が間に合わなくなる恐れがあることから、日程を前倒しにしたものです。投票所となっている初島漁業総合会館では、午前7時から投票がスタートし、島民が訪れ一票を投じました。今回の選挙では、小選挙区と比例代表、最高裁判所裁判官の国民審査の投票を行います。 初島の有権者は人投票はすでに締め切られていて投票箱は船で運ばれあすの開票まで熱海市役所で保管されます。